ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原正史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日に YouTube にて最新動画を配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、ということで、はい、今回のテーマは、はい、ウィーンからのお土産ということでね、はい、まずはゲストを、ね、紹介しましょう。はい、はい、今回のゲストはギタリストの岡本拓也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お土産って何かっていうとね、はい、岡本くんにはたびたびウィーンからの便りということでね、はい、出演してもらいましたけど、今回完全帰国。そうです。完全帰国っていうのがね、うん、ね、はい、学校に卒業されてね、はい、おかげさまで戻って、はい、はい、その時に向こうで CD を作ってきた、はい、ということでね、はい、それが お土産なんですね。ウィーン、こちらですか。はい、うん、ファーストアルバムですよね。そうですね、はい、ね、最初のね、はい、うん、で、この、はい、これにまつわるお話をいろいろね、ちょっと今日はそうですね、はい、よろしくお願いします。聞きたいと思います、はいはい、まずは何がきっかけでこのアルバムを作ろうと思ったんですか。そうですね、やっぱりこう留学を終える、そして帰国するコンサートをやるという時に、帰ってきました、こういうことやってきました、うん、っていうんで、パンと、コンサート CD っていうのを同時にやりたいなと思ったのがきっかけです、うん、結構曲がいっぱい収録されてますよね。そうですかね、やっぱり1曲あたりが短いのでちょっと多く見えるんだと思います。ちょっと豪華だなと思いました。ボリュームがありますよね。そうです、こうジャケットもね、ちょっとおしゃれで ね、 かっこいいですよね。こういう風に開いて、こういう風にこんな感じね、開くようになってて、実は袋閉じ、うん、なかなか、うん、こうね、ね、おしゃれな、おしゃれな、はい、こういうジャケット写真っていうのはどういうところで、はい、これは、うん、要は友達ですね、うん、はい、うん、で、ギター弾いてる子で、写真もやってると、映像も撮ってたりするんですけど、で、じゃあちょっと撮ってよっていうことで、うん、撮っていただきました。これ僕は潜在っていうんだよね。あ、そうですね。宣伝用の材料っていうことで、はい、潜在写真っていうんだけど、はい、いや、もう綺麗ですね。よく洗ってある白いシャツっていう、はい、潜在が、はい、さすがです。そっちが、うん、この録音の、いわゆる僕たちはいつもその録音してくれる技術屋さんっていうのが、はい、やっぱりすごくね、綺麗に音を取ってくれるとかってあるんだけど、はい、どういう人がこの音を取ってくれたのは、ね、録音技師も友達です、はい、まあまあ友達というとちょっとあれかもしれないですけど、まあ年はちょっと上なんですけど、例えば僕のアルバロピエリ門下の先輩にあたる熊谷俊之さんが、クラリネットの、岩瀬龍太さんと糸戸っていうグループを組んで、それでも CD を出されてるんですね。で、その時に出された、携わった録音技師の方を紹介していただいて、まあ年はそんなに遠くないので、お友達感覚で、ウィーンで長く住んでる方で、なるほど、はい、というわけでね、これ撮ったのはだからウィーンで撮ってきたっていうことなんだよね。そうですね、会場もウィーンのサロンを抑えて、うんうん、なんかね、その、はい、録音してる風景の絵があるっていうんでね、ちょっとビデオをね、はい、ちょっと皆さんと一緒に見たいと思います。はい、こんな感じですかね。
この子はいろんな曲がこうね、うん、ちょくちょちょっと入って、はい、なんか、うん、おいしいとこ取りという感じでしたけど、はいはい、うん、あの場所がすごくおしゃれだったんですけど、はい、こちらはウィーンのなんかどういうところなんですか？そうですね、あの普段定期的にあのウィーンの、民族音楽のコンサートが行われている場所で、うん、はい、でまあ、サロンですね。で全部石造りなのでとても響きが良くて、で音に関してはほとんど生音で、あの人工的なエコーとかはリバーブとかはかけてない状態です。サロンというのは、うん、はい、ホールとはまた違うんですか？中ホールみたいな感じですね。中ホール。あ、中ホール。はい、あのまあ割とあのほらステージと客席が分かれていない、はい。まあ、あの映像的にはなんかダンスも踊れたりとかなんかそんなような感じなんてことですかね。ともかく響きはいいよね。そうですね。すごく。で、あの窓の外がすぐあの路面ウィーンの路面電車の通り道だったりしたので、もう通るとゴーっていう。あ、その音は入ってしまう。ストップ。大変ですね。いいとこだったのにっていうのがいっぱいありました。その場所になっちゃったんだからしょうがないよね。時刻表片手にね、やるぞとかっていうのに。収録は1日でやるんですか？何日か。今回は3日間撮りました。はい。でもなかなかね、3日っていうのもきつい録音っていうのはね。でもコンサートでやればこのくらいののは一晩で弾いたりするんだけど、それと録音っていうのはやっぱり随分違うんだよね。何が一番その初めてこうアルバム作るので辛かったってか大変だったですか？大変だったこと、うん、やっぱりこう弾くのはまあ普段練習してるものを発揮するだけなんで楽しくていいんですけど、やっぱりその技師と話し合ってどういう音が望むとか、どういう音を望むとか、そういうやっぱり好みの違いもあるので、で今回特に南米のものを主に取り上げたっていうと、やっぱりこうバッハとかを弾くのと違ってホールの響きももちろんですけど、それよりはこうちょっと寄った爪の音も入ってたりとか、そういうのをちょっと混ぜた感じにしています。中間でいい、そういう意見交換ができたんだね。できましたね。そういうのはいいですよね、はい、なんか頼んだから撮りましたっていうのはね、やっぱりなんか作るっていう意味ではね、伝わって。今回はマイクも2本、2本、2本、6本使って、やっぱり遠くのもの、遠くのマイクを主にするとホールの響きがいっぱい入って柔らかい音になるんですけど、近くにすると硬い音になって爪音が入ってたりとか、ライブ感が出たり、今回その中間ぐらいだと思います、うん、ホールを借りてね録音するっていう方も多くてね、はい、あのその時はだから本当にマイクをどの位置に置くかでどういう環境でっていうのがあるから、はい、ね、そういう、うん、それは素晴らしいですね。ぜひ楽しみに ね、 ね、あの、はい、これは売ってるんだよね。あ、売ってるの。あのこれは楽器屋さんとか行けばいいのかな。あ、はい、あの都内の楽器屋さんにはほぼ、ね、あの置いていただきまして、ね、はい、1月いいんですかこれ宣伝は、うん、どうしてください、はい、1月23日から、Amazon とかタワーレコードのオンラインとか、はい、楽天とかインターネットでもお買いに求めいただきます、はい、よろしくお願いします。じゃあもう皆さんすぐね、はい、これ終わったら電話を、ね、そうですね、はい、もうすぐ検索していただいて、うん、はい、そしたらこの中からちょっと1曲ね、はい、ぜひちょっとねここに実物がいるんだから、はい、ちょっと1曲に、ね、はい、ライブをちょっと、はいはい、やっていただきたいと思います。はい、はい、ご紹介します、はい、マルコ・ペレイラ作曲ピシャイムです。どうぞ。はい、thank you.
マルコペレイラ作曲ピシャイムでした、はい、はい。そういえば今回この CD チラッとお話しあったけど南米のものがっていうのはあったけど、はい、なんかこだわりがあったんですか南米のものっていうのは。そうですね、父が昔からジャズとかボサノバとかそういったなんかちょっとアメリカ大陸のものが聴くのが好き で、うん、でそれちっちゃい頃聴いてたので、うん、まあボサノバの曲が入ってたり、うん、リズミカルな南米のものが入ってたり、な自然とそういうのが好きなのかなって最近思い始めて、それプラスあのついてたウィーンでついてた先生がアルバロ・ピエリという先生、ウルガイの出身なので、後半の方は多く南米の作品を見てもらってました。なるほどね、うん、それはそうだよね、そのねお得意なところをね、そうですね、受けとかないとね。そうですね、はい、はい、じゃあちなみに今後の活動はいかがですか。今後の活動は、はい、例えば例えば今後の活動は、4月13日に、芸大東京芸大の、総楽堂にて、はい、タレガギターカルテットという枠球児さん、松田源さん、うん、徳永慎一郎さんと一緒に、ギター40奏でコンサートがあります。そうですか、はい、はいはい、とかそういったものです、はい、よろしくお願いします。はい、ライブ活動がね、はい、これから増えていくね、はい、今までは向こうからね、あれだけど、今もう日本にいますからね。はい。はい、で、皆さんのね、もうライブにお出かけいただければと。はい。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今回のゲストは、ギタリストの岡本拓也さんでした。ありがとうございました。今週もお別れの時間となりました。次回のギターはおしゃべりは、来週日曜日に YouTube にて配信いたします。チャンネル登録をしていただきますと、配信のお知らせが届きますので、皆さんぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、ホームページもぜひ訪ねてください。はい。これまでの放送もすべて YouTube でご覧いただけます。検索ワードはギターはおしゃべりでご覧ください。はい。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。